こにあるようで、リサという曲をお届けいたしました。今日はそのちっこの曲は2曲もあるんですけども、もともとね、柳俊一が、僕のバンドに入る前に、僕はチックが好きだ、ラテンも大好きですって言って入ってきたんだよね。いや、ラテンは大好きだと言ってたんだよね。それでラテン話は全然できないから、あの頃は一から勉強してもらったよね。はいはい、あの頃はもう僕は民族音楽にドハマり中だったんで、ラテンのモントゥーノってやつね、あのパターンとかも、一から勉強してもらって、それでアルバムを一枚作ったんですけどね。あ、そういうのちょうどいい流れですね。今日は、僕も柳くんもCD を持ってきております。見たところまだ買ってらっしゃらない方もいらっしゃるみたいなんで、ぜひ宣伝していきたいと思います。まず前座で、柳くんのCD の宣伝をどうぞ。こんにちは。3年前になりますけれども、スタンダードだけを、録音した、ピアノトリオのアルバムとですね、これも2年前になってしまいましたけれども、1年半前か、エレッキバイオリンとですね、4人でカルテットでですね、ハービーハウコマチコリアの曲もやってるんですけれども、録音しまして、まあね、結構お金かけて作ったんですけど、泣き入ってる、はい、1枚2000円で売ってますので、もしよければ。あれ、それ買ったっけ俺。いや、俺2枚買ったぞ前。あ、これはじゃあ買ってもらってないかもしれないです。買うな、俺。一応デザインもですね、知り合いの友達の同い年のフォトグラファーの人にいつもデザインしてもらってるので、もしよかったら手に取って見るだけ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、柳俊一CD2枚でした。元はコロナ期は1年のコロナ禍は1年で終わると踏んでですね、今年はツアーを日本国中回ろうっていう予定だったのに、こんなことになるとは思わなかったので、作っちゃったものは売らなきゃしょうがないっていうことでですね、2枚作っちゃったんですね。文化庁がお金出すっつんで、よし、じゃあ2枚作っちゃおうって、うまいことやったんですけども、なかなかCD がお金出さないって文化庁も言ってるんですけど、そこをうまいこと、法の目をくぐり抜けて作り上げた、CD でございます。まずこちらが、なんだっけ、イマジンドランドスケープという、これはオリジナル集なんですけども、クルストラットとか、コントネのレイジーバードとかが入ってます。基本的にオリジナル集で、こちらギターが天野隆が入っております。そういうアルバムと、こちらが同時発売でこう作ってるんですけど、これはクールバラッツっていう、バラード集ですね。もう有名なバラードばっかり集めて、作りました。これはですね、こちらが2000円、こちらが1500円になっております。これはですね、なんで安いかっていうと、まず著作権法に触れない曲ばかり集めてます。だからジャスラックの1000もピタ1も払ってないというのが、まず第一条件でございまして、あと、先ほどフォトグラファーを雇ったりとか、なんかしてたみたいですけど、柳くんですよね。これ僕は自分で iPhone で写真撮ってですね、自分でイラストレーターでシコシコ作り上げて、何度か失敗しつつも、なんとか、製品にまでたどり着いたという、なので安いという、こちら1500円、こちら2000円なんですけども、同時購入で、この2000が1500円になりまして、
2枚で3000円と超お得になっておりますので、ぜひお買い上げいただきたいと思います。この売り方だと大体一緒に販売してもですね、大体僕の方が売れるっていう、すごい卑怯なんですけどね。これが僕は全国ツアーをこう回ってですね、ことごとく共演者をなぎ倒してですね、CD をバンバン売ってくると、いうところなんですけど、僕も泣きが入ってですね、ツアーに今回行けないと。来年このね、もう2年前に作っても僕の演奏スタイルも音も全然変わった状態で、ツアーに行かなきゃいけないという、残酷な話がこの後待ってるんですけども、なので今まだ買ってらっしゃい方はぜひ買っていただきたいと思っております。以上で宣伝コーナーを終わりたいと思います。それでは今何時かな、結構いい時間行ってる、何時か30分、ほうどうしようかな。あ、じゃあティックルトを言いますか。ラスタイムの曲でティックルトという、ちょっと間になってきたんですけど、クールジャズに繋がってます。クールジャズの、プレイヤーたちが好んで取り上げる曲です。ティックルト。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ました。偉い人から紹介しましょう。南山拓郎。福田太郎。南山拓郎。南山拓郎。